長岡照子は日本の女優、演出家。二度目の結婚以後の本名は篠原照子。岩手県森岡市出身。英文学者長岡広文の三女として生まれる。東洋英和女学院卒業。文化学院中退後、1928年に都府通留学し、パリで2年間演劇修行。1930年に帰国。後に最初の夫となった。 金杉淳道とテアトルコメディを設立。翌年、金杉と結婚、一子を設けた。NHK のプロデューサーの沼野義信である。1937年に金杉が亡くなる。軍国主義の嵐が吹き荒れていたこともあり、テアトルコメディは解散した。劇団は28回の公演、52の2曲を上演した。1939年文学在理。 自作、マントンにて、の文学座公演を演出した。1944年、実業家の篠原玄と再婚。1947年、文学座に席を置きつつ、芥川博加藤道夫、荒木道子などと共に、劇団、麦の会発会。1949年、麦の会は、文学座に合流。1951年、篠原正久の手による、 風にそよぐ足で本格的に女優としての活動を始める。それまでは演出家としての活動に重きを置いていたが、以後は女優と演出家という二足のわらじを履いて活動した。1959年、NHK の長寿子供向け番組であるお母さんと一緒の第一回放送にゲスト枠で出演。1964年にはウェスカー作、大麦りのチキンスープを 演出、主演し、文部省芸術財文部大臣賞を受賞。1970年に、メテオールで、木の国や演劇賞を受賞。1971年に、文学座を対談し座ともになる。その後は、同郷の宮沢賢治の作品の森岡弁による、朗読や、聖書の朗読などに新たに取り組んだ。1983年、おしんにて、かの大奥様、 八代国に役で出演したことで一般に知られることとなった。晩年は恒例となったこともあり、活動の主体を演劇から朗読に移していた。宮沢賢治の童話都市を岩手の方言で読む朗読会を続け、2003年、その功績で菊池博史賞を受賞した。その年、聖書朗読活動の功績が認められ日本、キリスト教文化協会より、 キリスト教功労者の表彰を受けた。2007年12月の舞台、星を見た男たちで朗読者として出演。2008年12月の舞台、キング・オブ・キングスへ録音した声で出演したのが最後の仕事となった。2010年10月18日午前0時22分、老水のため東京都内の自宅で死去。 102歳という年齢は死去直前の時点で存命している日本の女性芸能人中最高齢であった。兄は脚本家の長岡光一。上の妹の節子は作曲家、指揮者の小高久忠の妻で、息子に作曲家の小高純中と指揮者の小高忠明がいる。末の妹容姿はチェロ奏者の倉田高の妻で、娘にチェロ奏者の倉田澄子がいる。 ありがとうございます。